お茶、アゴラです。今回の題はこれです。ドーン。SEC がバイナンスを提訴してビットコインが急落したけど問題ない理由。チャートドーン。これはビットコインの冷やしャトです。元旦当ては16,541ドル。1月に大きく上昇して2万ドルを突破。3月に銀行が破綻して急落しましたが、金融不安を追い風に復活して、4月に年初来高値の3万1000ドルをつけました。4月から出来高が少なくなり、原因不明の不正送金報告や BRC20 の人気による手数料高騰問題が取り沙汰された後、上値が重い展開がつきました。そして6月5日深夜に SEC がバイナンスの提訴を発表した直後にビットコインが急落して、安値25,388ドルまで下がりました。11で最大マイナス 6.4%。 25,388ドルをつけるのは今年の3月以来です。下に表示されている出来高を見ると、提訴の6月5日の出来高がここ数週間の中で一番多いですが、今年3月までの出来高と比べると少ないので、取引量の観点では市場が混乱している様子はありません。次に提訴の内容について、バイナンスは世界最大手の暗号資産取引所、 SEC はアメリカの証券取引委員会で公正な証券取引と投資家保護のために干渉する政府機関です。 SEC は過去に多くの暗号資産企業を提訴していて、一番有名なのは2020年12月のリップル社の提訴です。提訴の内容は、リップル社が有価証券とみられる XRP を未登録のまま販売する違法行為をしたです。有価証券とはですね、財産的な権利を証明する権のことで、例えば株や債券は有価証券です。アメリカで有価証券を提供するときは事前に SEC に登録する必要がありますが、リップル社は登録せずに XRP を販売しました。なので裁判で重要な争点は XRP が有価証券なのかどうかです。提訴から2年半が経過し、今年2023年の年内に略式判決が下される見通しになっています。もういくつ寝ると訴訟かつ。そうか、最近の SEC の提訴といえば、今年2月にテラを提訴、3月にトロンを提訴しています。最近の暗号資産取引所に対する提訴は、今年2月にクラーケンを提訴して39億円の罰金をゲットして和解。3月にコインベースに提訴の予定を連絡し、コインベースは裁判で争うと表明しています。このように SEC は過去にたくさんの暗号資産企業を提訴していて、ついに世界最大手の暗号資産取引所のバイナンスを提訴するに至りました。訴状は136ページもあり、13個の証券法違反を主張しています。提訴の内容を簡潔に言うと、バイナンスがアメリカの投資家に対して未登録の有価証券の取引サービスやステーキングサービスを提供する違法行為をしたです。バイナンスはアメリカでバイナンス US を設立して運営していますが、 SEC の主張ではバイナンス US はアメリカ政府の規制や監視を回避する計画の一環であり、裏ではバイナンスがバイナンス US の運営の指揮とサービス提供に密接に関与していたと主張しています。またバイナンスはアメリカからのアクセスをブロックしたと発表しましたが、実際は大口顧客の規制回避を支援するように CEO はバイナンスに指示したと SEC は主張しています。その他、バイナンスとバイナンス US の顧客資産が混合して管理されていたことや、ウォッシュトレードで取引量を水増ししていたと訴状に記載されています。訴状の中で SEC が未登録の有価証券として取り上げた暗号資産は12個あります。バイナンスコイン、バイナンス USD、ソラナ、カルダノ、ポリゴ、バイルコイン、コスモス、ザ・サンドボックス、ディセントラランド、アルゴランド、
アクシーインフィニティ、コーティー、チャーツ。これは低層ニュース直前の6月5日23時30分の価格を 0% として、現在まで何パーセント変化したのかを表したものです。赤丸をつけたコインが SEC が有価証券と判断した暗号資産です。SEC に有価証券と言われたコインは、言われてないコインよりも下落率が大きくなっています。SEC は有価証券としたコインのことを、クリプトアセスセキュリティ、略して暗号資産証券と呼んでいます。以上参考に SEC のバイナンステストでビットクンはどうなってしまうのかを予想すると問題なしと予想します。チャットダウン。これはバイナンスに保管されているビットコインの枚数の変化です。2023年5月1日は63万枚、提訴前日の6月4日は613,740枚、6月5日は602,359枚、6月6日は598,318枚。ここ数日間減少していて60万枚割れましたが、減少量は少ないです。チェンジ。これは主要な暗号資産取引所に保管されているビットコインの枚数の変化です。先ほどのバイナンスの保管枚数は2020年から現在まで増加傾向でしたが、取引所全体で見ると減少傾向です。直近の最低は2023年3月11日の214万枚、6月4日は216万2606枚、6月5日は215万5991枚、6月6日は215万5281枚。チェンジ。これは取引所に保管されているビットコインの流入枚数引く流出枚数を日別に集計したものです。青色は流入枚数の方が多かった日、赤色は流出枚数の方が多かった日を表しています。6月4日はプラス3186枚、6月5日はマイナス6930枚、6月6日はマイナス7594枚。取引所への流入が増え始めている兆候はありません。チェンジ。これは月別に集計した結果です。過去最大プラスは2017年3月につけたプラス23万枚、過去最大マイナスは2022年11月につけたマイナス18万枚、そして今年の2023年6月は現在までにマイナス6909枚。以上のようにバイナンスが提出されてビットコインをはじめ暗号資産が急落しましたが、コインの移動の観点では混乱の兆候はありません。 SEC は今までいろいろな暗号資産を未登録の有価証券として提訴してきて、提訴に慣れてきた投資家も多そうです。 SEC の主張の問題点は、有価証券と判断する暗号資産の基準が明確になっていないことです。今回 SEC が有価証券と判断した12個の暗号資産と、有価証券と判断しなかった他の暗号資産の明確な判断基準が訴状に記載されていません。ハビテストの他社の努力で利益を想定できる事業にお金を投資するだけで十分なら、基準が曖昧すぎて大半の暗号資産を証券とみなしてはめまくる横暴ができてしまいます。過去に SEC はビットコインとイーサリアムは証券ではないと認めているので、証券とみなす暗号資産の明確なガイドラインを示した上で違反した企業を提訴するのが法の下の平等で、現在の曖昧な判断基準のまま SEC が勝訴できるはずがありません。以上が SEC のバイナンス提訴はうまくいかずリップル訴訟にも敗し、ビットコインは問題ないと予想する理由です。なぜ SEC は暗号資産を目の敵にするのか。チャートだ。これはビットコイン建てドルのチャートです。つまりドル建てビットコインのチャートをひっくり返したチャートです。2011年から現在までにビットコイン建てドルの価格は 99.99% 下落しました。チェンジ。2013年から現在までは 99.98% 下落しました。チェンジ。2015年から現在までは最大 99.7% 下落しました。チェンジ。2017年から現在までは最大 98.8% 下落しました。
チェンジ。2019年から現在までは最大 95% 下落しました。ビットコインがバカ上げしてるんじゃない、法定通貨が暴落してるんだ。以上、 SEC がバイナンスを提訴してビットコインが急落したけど問題ない理由でした。この動画が参考になったらグッドチャンス、暗号資産に爆撃するためにチャンネル登録お願いします。 Twitter では暗号資産の速報をしているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。もういくつ寝ると訴訟勝つ。